4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはマジックパンドラ、後続馬も足を伸ばしてきました。2番手はオリースプレンダ、ザックザウェイ抜けた、エリモシンガー追いすがります。ザックザウェイ、ザックザウェイ1着、2着は微妙です。見事に勝ちました、ザックザウェイ。さあ直線に入りました、これからの勝負。先頭変わった稲妻隆雄、後続馬も足を伸ばしてきました。2番手はリコーペガサス、先頭を捉えるか、あと 200m、 先頭はリコーペガサス。アドマイヤーライブ必死に追いすがります。アドマイヤーライブ追いすがります。リコーペガサス先頭だ、先頭はリコーペガサス、1着でゴール。リコーペガサス1着、2着にはどうやらアドマイヤーライブ、見事に勝ちました。リコーペガサス、メジロプロミス敗れました。これは掲示板までです。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はヘイハイビクトリー、残り 200m、 先頭はマイネシリウス、残り 100m、 マイネシリウス先頭、ヘイハイビクトリー追いすがります。マイネシリウスわずかにヘイハイビクトリー体勢有利。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。
さあ、いよいよ直線の攻防、最後の追い比べ。先頭はノーブルハウス。しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はハイキジュリエット、手応えは悪くありません。前を捉えられるか。ハイキジュリエット食らいつく。ノーブルハウス、ノーブルハウス1着、2着にはどうやらハイキジュリエット。まずは前哨戦を制しました。ノーブルハウス、ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。